ク、あんたはどんな力を持っているんだ？インテリジェンス。僕らは能力がランデランされたものじゃない。ただ、ペーパーの音楽博士の称号を持っているだけだ。医学博士？道理で話し方が大人びてるわけだ。低層少年なんて大人になったらただの凡人だ。子供の間では必然的にリーダーズ感でも、実は僕が一番大した力のない人間なんだ。はあ、大人でも医学博士は非凡だよ。キッズルームは、クロイ・アンダーソンの提供でお送りします。僕はバーチャルアイドルのテトだお。みんな歌を使って僕に歌を歌わせてよ。わぁ、か、え、る、の、う、た、が、と。カエルの歌が、あはは。君も一緒に歌おう。え、あいうえよ、あかさたな、わ、た、し、は、う、た、き、ね、と。私は歌う姫。あなたの声が、歌になる。さあ、一緒に歌う。失礼します。はーい。ああ、君がジョージ君だね。はじめまして。私はキッズルームの最高責任者、ダリア先生です。あ、はじめまして。教育番組のお姉さんみたいな女だな。ダリア・アミロン先生、コードネームエズニル。彼女はこう見えても脳神経科学館の変異だ。そして身寄りのない老人たちのお世話をしてくれるお母さんなんだ。え、ってことはこの女が俺の保護者？はい、よろしくね。ジョージ君はダウジングが得意なんだよね。いいな、きっと何かをなくしてもすぐに見つけられるんだね。まあ。あ、それでね、キッズルームの活動はほとんど普通のボーイスカウトと一緒なの。だからみんなで超能力をのびのび使って仲良く遊ぼうね。ほら、超能力って人に理解される当時、いじめにあったり能力を隠している子もいるからさ。それに僕たちが能力を把握するのもダリア先生の研究の役に立つかな。もうどっちが子供だかわからねえな。チーム30秒です。すごーい、サブトロン出すぞ。おいら聞いてないぞ。超天才の私が一人で作っておきましたよ。マジで？異例ゲームの味メンソーレ直しルコアプダクションのロングバージョン収録。フルの歌詞はご覧の URL からご自由にお取りください。それからアルバム手まとめてカウント2曲お得だよ。本題値段がつけられない曲のための措置ですね。わかります。おい、話をすぎな。5秒前、所長決めてください。プレイストアに出願だ。みんな、おはよう。今日はみんなの新しいお友達を紹介するよ。あー、はい、そのジョージです。能力はダウジングね。あ、そうです。言おうとしていたことを読まれた。私はテレパシー使いの帯で、あなたが人に向けて念じた言葉を聞くことができるの。あなたの頭に直接語りかけることもできるわ。くらいだ、チキンください。こいつ直接脳内に。あなたたち無言で伸び上がるのはやめてくれるかしら。君もテレパシーがわかるのか。私はゼネン、能力はエンパス。あなたの大まかな感情がわかるだけよ。その代わり、私と違って隠れた感情まで読めるのよね。ええ、でもあなた感情が薄いのね。死人みたいだわ。それはその緊張しているからだ。バレてるのかよ。こんなガキがいるなんて難易度高いな。安心して、お姉ちゃんの力ですぐリラックスできるわ。私はミント、ゼレンのお姉ちゃんだよ。私のエンパスは逆に、あなたに感情を与えることができるんだ。感情を…てめえ、クソアラ。やめてくれ、分かったから。正直か、わいい。はあ、リック、びっくり人間しかいないのか、ここは。おいおい、一
残念だくせに鶴に抜かれちまったな。また怪しいのが増えた。よくだ、俺の能力は限りだ。まあ簡単に言うと、他人人格を操る能力だ。チビたちに比べると地味だな。いまいちピンとこないって顔だな。使いこなすと便利だぜ。他人の人格をコピーしたり、架空の人間や神話の怪物を完全再現するのだってお手のもんだ。しかも、覚醒能力や霊感のある人間には、カルパの姿を見せることもできる。人工の魂ってところだな。なるほど。あ、誰か来る。ギリギリセーフ。あ、あれ？ギリギリ、アウト？ギリギリじゃない。大遅刻。さすがダウザー、足跡が聞こえる前に力分かったわね。そうぞ。え、ああ、リックが言ってた。死にが、俺がベイ、初め直してそうぞ。俺は聖帝か、サウザーじゃない、ジョージだ、よろしく。え、ジョージ、まあいいや、俺プレゼントな。なんだこれ、プレパラート。はーい、顕微鏡だよ。それ、虫眼鏡つかまらんで、すべて手で取ったんだぜ。すごくね。肉眼で超新力ゆくて、手先も超肥料。これが俺の超能力。プリジョンだ。そっか、それはすごいな。そこ、ハレロウス。なんだよ、結構大変だったんだぞ。ああ、すまん。テレパシーやエンパスを体験させられた直後で、リアクションが麻痺してんだ。遅刻するからいけないんだよ。ちくしょう、今度はもっと細かい文字で撮ってやる。くだらないものばっか作ってないで、少しは学校の成績も上げなさい。さあ、みんな自己紹介したわね。それじゃあ、ジョージに施設の中を。あのクローゼットの中の男の子は誰なんだ？すごい。あなたの力って本当にすごいよ。いるのか？男の子が。いるよ。でも、アッシュワンは外に出られる状態じゃないんだ。そっか。すまなかった。名前はアッシュというのか。はいはい、そこ、しんみり NG だよ。そうだ、みんな、お歌の時間にしましょう。バシュリー、伴奏をお願い。はーい。あ、はじめまして、ジョージ。僕はダリア先生の第一助手のバシュリーだ。オルガンを出すのを手伝ってくれるかも。え、あ、はい。助手は普通に喋るんだ。バシュリー、疲れて。あれ？この歌、聞いたことがあるような。だがどこで、それともこれも、ダウザーの勘なのか。ジョージ君、キッズルームに住むの？うん、彼は例の事件で、ご両親を残してしまったからね。大変ね、24時間ダビア先生と一緒なんで。君たちはここに住んでいないのか？みんなとこ、俺とリックだけだよ。俺は火事で家が丸見えて、リックはもともと個人。まあ、厳密には、マウスもここにずっといるわけだけど。おはよう、ジョージ。おはよう。なかなかやんちゃな子供たちだっただろ。やんちゃすぎないか？特にミントは。彼女はいたずら好きだからね。でも君のことが気に入っている証拠だよ。バッシュは今後登場するのか？気になるかい？まあ多少は。他の子供に興味を持つのは、君にとってとても良い進歩だ。虐待を受けて怯え切っている気がしたからな。君はあの時点で、そこまで察していたのかい？オリベはテレパシーの力を、外の世界の誰にも打ち明けられないでいる。きっとキッズルームへ立ち入っていることも、親にすら話していないはずだ。ゼレンとミントの能力はついになっているが、オリジンはミント。それ以前にゼレンは幽霊か何かだ。ダリア先生やベンはゼレンに全く気づいていなかった。俺らみたいな察知系の能力者や霊感の強い子供にしか見えていないんだろう。それからジャック。キッズルームで話していたのは主人格じゃない気がする。なぜ本性を隠しているのかまではわからないが、きっと大きな秘密を持っているんじゃないか。ベンは勉強が苦手らしいが、脳に何かとてつもない力を感じる。今以上の能力が発現する素質があるのかもしれない。それと、多分、リックが生まれつき孤児だというのは、嘘か誤解。ベンが話していた時、リックの呼吸が乱れて、何か罪悪感めいたものを感じたからだ。すごい。やっぱり常人とは回復力が段違いだ。いや、なんでもない。それと、昨日のロボットの話だけど、他の答えは何か見つかったかい？ロボット？ああ、すまん、
すっかり忘れてたよ。問題文は何だっけ？あなたはロボットを作りました。ロボットは純粋だったから、天使と呼ばれていたけど、善悪の区別がつくようになると、人を殺してしまいました。じゃあそうだな。天使は優しいから、殺してあげたんだよ。死ぬべき人間を。サイコパステストの模範解答みたいな答えだね。俺らしいか？君はそんな人間じゃないよ。あんたに何がわかるんだ？ファビナンドラ？聞いたことねえな。なんそれ、超いいじゃん！みんな頑張る！聞いてくれるの、ずっと待ってたんだから。相手を知るところから始めてみようかな。